皆さんこんにちは、かほなんです。2日目のお昼、さっき山入ってマムシを取ってきました。じゃん、皮を剥いで内臓を出したものです。このマムシちゃんを使って今日お昼ご飯を作っていこうと思うんですけど、なんかに似てません？これ形状がうなぎっぽいなと私は思ってるんですけど、どうでしょう。私結構うなぎ釣りをトライしては失敗してってのを繰り返しているんで、いまだに自分で取ったうなぎを食べたことがないんですけど、マムシなら取れるし食べれるということで、今日はこのマムシちゃんを使ってうなぎ風に味付けして、うな丼、あ、違う、マムシ丼をしていこうと思います。よし、では何とかしよう。あんま深く調べたことはないんだけど、多分こういうので刺してふひーってやるはずだから、迷うな。こういうことだよね。めちゃくちゃ想像なんだけど。よいしょ。うん、ぽいぽい。開きながら入れる。臭い。できた。あ、なんか垂れてる。うなぎっぽい。よし。これで火を起こそう。うなぎ屋さんってどうやってやってるんだろう。先に若干焼いてからタレつけてもう一回やるのかな。わかんないな。もう電波がないので調べようがないです、ここ。まあ思うがままにうなぎ風かば焼き、あ、マムシ焼き作ってきます。よし、行くぜ。こうしてこうしてこうだな。じゃん、かば焼きのタレ。写真がうなぎなんです。お、垂れないで。両面ベタベタにしたいな。よい、どう。よし、そろそろいいでしょう。まずご飯の出来がこんな感じ。じゃん、完璧です。やっぱうなぎのご飯大事ですからね。うまい、うまいけど、お、多かったかな。こっちに半分移して、でこれを一度かけまして、でこれ絶対おいしいやつ、また乗せて、よいしょ、マムシのかば焼きできました。よいしょ、外れで、はあ、これを
追いだれしたる。使いすぎ。まあいいっしょ。できた。美味しそう。だいぶ縮んだ。焼きすぎ。わからない。いただきます。ちょっとパリパリかな。いざ。美味しいのはまあ、蒲焼きのタレの味なのかもしれないけど、うん、合います合います。このね、煙の匂いと蒲焼きのタレとで、こう、うなぎっぽさがあるんだけど、でも食感が全然違って、なんだろうな、パリパリのコリコリ系ですね。身はそんなにないのかもしれない。骨がやっぱ真ん中に太いのがバーンといるので、うなぎ丼とかのうなぎは骨取ってあるので、それとはちょっと違う食感なんですけど、うん、美味しい。タレ。幸せ。ご飯が進む。本当に臭みがない。魚より全然臭みない。魚は、まあ、美味しくても美味しくない魚でも、まあ、何かかんかその魚特有の匂いみたいなってあるんですけど、マムシはないですね。フラット。うん、骨もね、魚みたいにバリバリ硬いんじゃなくて、なんかちょっとモキモキしてる柔らかめの、軟骨とは違うけど柔らかめの骨ですね。食べやすい。噛み切るのは大変だけど食べやすい骨です。ご飯が美味しい。なんか尻尾の方がちょっと臭かった。何臭いんだろうこれ。車関係の何かで嗅いだことがあるような、よくわかんない。まあまあ食べられる、大丈夫。なんだろうな、内臓が残ってたのかな。ごちそうさまでした。うん、美味しかった。では食べてるか食べ物を探すかっていう原始的な生活をしてるんですけど、次は晩ご飯の食材を集めてきます。ちょっと面白いやり方でやってきます。というわけで行ってきます。バイバイ。